赤木神社。赤木神社は、群馬県前橋市三代沢町にある神社。式内社、名神大社論社、上野国二宮論社。旧社各は、県社。正式名称は、赤木神社であるが、他の赤木神社との区別のため、三代沢赤木神社、三代沢マイナスとも呼ばれる。関東地方を中心として全国に、約300社ある、赤木神社の、 本宮と推測されるうちの一社である。群馬県中部に位置する赤城山の南側の山腹に鎮座する。明治時代以前は東西二宮であったが、明治時代以後は一宮となった。山道は一の鳥居で、南の大御方面、東の苗が島方面、西の市の関方面の三方向に分かれている。大御方面に続く道には、江戸時代に植えられた松並木が現存する。 本殿と注文は県指定重要文化財に指定されている。本殿を南へ500メートル、メートルほど下った山道沿いには、総門があり、同じく県指定重要文化財に指定されている。また、拝殿と注文の間、注文のすぐ正面には、群馬県指定天然記念物の俵石がある。その他、境内には、明治3年、1870年3月に建てられた、 神大文字の碑もあり、復古神道の遺物として、指定重要文化財とされている。創建は不詳。神社の由書によれば、上代に、豊木入彦の命が、神みつの国を支配することになった際、大名討ちの命を報じたのに始まるとされる。当社から約1.3キロメートルのぼった地には、筆石と呼ばれる岩倉を中心とした祭祀跡が残っており、 古代祭祀の様子が伺われる。俗日本語記では、上和六年、八百三十九年に15位した。日本三大実録では、上元九年から十六年、八百六十七年から八百七十四年に、新衣少女、元領四年、八百八十年十四以上に除せられた記事が載る。長元九年、千二十八年頃には一くらいに除せられたとされる。その後、 中世には上の国にのみ屋となったという。ただしこれらに記述される赤木神を指す神社には論者があり、三代沢赤木神社を指しているのかには議論がある。赤木神社歴史を参照。十四世紀の説話集、新党集には赤木山河高庫のお沼と大沼、そして中央河高級の地蔵岳を深刻化している。お沼神に国蔵菩薩、大沼神に 千住観音が当てられ、地蔵だけは地蔵菩薩とされている。このうち地蔵は後から加わったものである。赤城神社、西宮に伝わる記録、年代記によれば、西宮に国蔵と千住観音を祀り、東宮に地蔵を祀っていたという。宮城村氏によれば、三代沢の赤城神社は、六国史などに見られる、感謝、赤城神とは異なるという。初めは、東宮が、 地蔵岳の信仰流星に伴って十三世紀末から十四世紀初頃、頃赤城神社として立したといい、その後、神仏集合の形で、元宮沢の地にあった社が、東宮の隣に新たに先座してきた。これが西宮で、上和元年1345年頃と推測されている。元宮沢の社は、二宮赤城神社の三宮であったとも言われる。 西宮が新たに移ってから、三代沢赤城神社は、東西二宮並存することとなった。ただし以前から三代沢にあった東宮の方が勢力が強かったという。戦国時代の書状には、神社の名称にはほぼ全てに、三代沢が冠され、赤城神の本社と認めていないという指摘がある。ただし、天正4年、1576年、二宮町鎮座の二宮赤城神社が、 港氏によって破却されるなど、赤城神社を称する神社の中で、三代沢の赤城神社、東宮に匹敵する神社はなく、赤城神の本社と言われていったと見られている。慶長十七年、1612年2月20日、大前田村、玄米橋市、大前田町の住人の寄進により、参道に松並木が植えられた。暦年、1762年東宮が、 正一くらいに条され、ついで明は二年、1765年西宮も正一くらいに条された。完成十二年、1800年、大洞赤城神社が本部、本社の名称を使用しているとして、三代沢赤城神社は、大洞赤城神社別当受園寺に対し訴訟を起こした。今日は二年、1802年には三夜沢川は、幕府の自社奉行へ訴えたが、 国元で解決すべしと下げ渡されている。訴訟は長期にわたり、文言使用を合議で決めるという和議がなったのは、文化十三年、1816年であった。明治二年、1869年、廃仏希釈により、東宮の龍赤寺と西宮の神工寺という二つの、神宮寺が廃寺となった。その後、東西二宮であった三代沢赤城神社は合併して一、 グーとなった。すでに今日は2年、1802年の訴状では一宮の定裁をとっていたが、明治初年に正式に一宮と定められた。ただし神社側に合併の記録がなく、正確な合併時期などは不詳。西宮跡には建築物は建てられず、東宮跡に、現社殿、現存するのは本殿と注文を建築した。明治2年。 1869年11月25日に、この社の上等宿が行われた記録が残る。1894年、明治27年、廃電を消失、後再建した。近代社格制度では、はじめ豪社で後に県社に昇格した。1935年、昭和10年に、国兵舎への昇格運動が起こり、1944年、昭和19年には、 国兵駐車の内示が出たが、その手続き中に終戦を迎え、GHQ の指令により、社格制度が廃止されたことで、結局喧嘩のままであった。本殿は、正面三軒、側面二軒、切り妻作り平入りの新名作りで、銅板武器。地議は打ちそぎで、八本のカツオギを揚げる。注文とともに、明治二年の造営と伝えられる。 造営当時の神仏分離と復古神道の影響が見られるものであり、注文とともに群馬県の有形文化財に指定されている。本殿内には、神座として祀られる宮殿がある。扉裏の牧書には、源の成し宿り木修とあり、神殿金山城主、由良成しの奉納とされる。木造法行造り、板吹で、高さは百十七センチメートル。 ちまきつけの柱、山、唐となど、全体的に禅宗様を用い、室町時代の特徴をよく示すものとして、群馬県の有形文化財に指定されている。注文は、本殿前に立つ四つ足門で、切り妻作り銅板武器。本殿と同じく明治二年の造営とされ、共に群馬県の有形文化財に指定されている。俵杉は、 中門南側とその西隣に立つ三本の杉の大木の名称を。本殿前の二本は左右一体で並ぶ。名前の由来として藤原秀里、田原藤田が平野正門討伐のため上野国府に向かうと剣紀として植えたと伝えられる。群馬県の天然記念物に指定。同様の伝説は和行具完前神社の藤田杉にも伝わっていることから。 中世の武将による秀里への憧れが示唆される。境内には他にも多くの墨の大木が立っている。また、神代文字碑として漢字が伝わる以前に存在したと言われる神代文字の石文が残る。復古神道の遺物として明治三年三月に検討された。碑文は平田鉄種、平田厚種の養子。神文は延べ種、鉄種の子による宣文。神文。 まなひところのなれる声よしは、津島のアビル家に伝わるアビル文字で書かれている。その他、境内東方、約200メートル、筆石への道の途中に所在する市の天然記念物、山や沢の谷市指定重要文化財の宝刀、赤木塔がある。筆石と呼ばれる巨石が立つ、最新石が、境内から赤木山中を、 1> 約1 3キロメートルのぼったちに所在する。大きさは、長径4 7メートル、短径2 7メートル、高さ2 8メートル、周囲1 2 2ル、周辺からは多くの採取物が見つかっており、群馬県の史跡に指定されている。総門から国道353号まで続く、山道には多くの松が植えられ、松並木として残されている。 赤城神社年代記によると、慶長17年、六6 1 2年、大前田村、玄米橋市、大前田町の彦兵衛の寄進により道に、約1200本の松が植えられたといい、いずれも樹齢400年に及ぶ。また松と共に、約3万株の山筒子も植えられており、春には名所として知られる。葬門は、江戸時代、年代不明の造営とされる、高麗門。 境内から南に450メートルほど下った地に所在する。赤木神社年代記には、法歴元年1751年の造営の記載があるが、それ以前の古材も一部に見られる。群馬県内には、近世前期の高来門は少なく、貴重なものとして、群馬県の有形文化財に指定されている。重要文化財、重要無形民族文化財、 天然記念物、所在地、交通アクセス、周辺、駐車区出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。